皆さん、こんにちは。今日も私が最近気になっているカルチャーをご紹介しますね。まずこれ、ピグマヤニシキですね。ピグマヤニシキの胴切りしたものです。全体的にはこんな感じになってますけども、非常に派手風な元親だったんですね。それで、切った下側から芽が出ているのと、で、葉っぱをちぎって、そこに傍らに置いておいたものから芽が出ているものですね。そういうのがいくつか出てきたようです。それで、一番大きな、この苗なんですけども、見た通りこういうふうに非常に派手なんですね。ただ見てわかると思うんですけども、中心付近が外側よりも緑がこう見えるようになってきてるんですね。なのでこれはきっと葉緑素が戻ってくるんじゃないかなと思って期待している苗です。これでこのくらい派手で葉緑素が戻ってきたら、これはもうミラクルですねということで、インスタとツイッターにあげたと思うんですけども、そういう面で非常に期待している苗になります。で、もう一つこっちの小さな苗も、こういう側面から見ると、粉が入ってるんですね。なので、こういうものも期待してます。これも斑入りの葉っぱから、芽がこう小さいのとか、いろいろ出てきてるんで、こっちもありますね。こういうのも期待してるものですね。とここも何気なく、これも多分派手になるものだと思うんですけども、これも出てきてますね。ピグマヤ成長遅いんですけども、とても自分は好きなタイプです。で、私、手持ちが少なくて、なかなかこのピグマヤ、親苗あるんですけども、ピグマヤ錦と交配する相手がなかなか揃わないんですね。残念ながら。で、こういうものと交配して、たくさん交配種、他の方がいろいろやってるんで、いろいろあるんですけども、裏窓ついたピグマヤ錦ですね。そういうものを作りたいですね。そんな感じです。で、これも同じですね。同じクローンです。同じクローンですけども、これももう同じパターンですね。もう派手なピグマヤ錦から、こっちの、こう、かすかに見えるんですね。こういうところで、これも新しい葉っぱ見ると、外側の葉っぱよりも葉緑素がこうある感じに見えてくる、きてるんで、もしかしたら戻ってくるんじゃないかなと思って、ここもなんか、葉緑素っぽいのが あるんですよね。葉緑素っぽいとか よくわからないですけど。で、こちらも小さいですけども、こちらはあるみたいですね。こちらは出てきてるよ、大丈夫なみたいですね。派手。超派手なんですけども。で、のり風になってくれればいいんですけどもね。のり風自分で選んで作ることできないですからね。難しいです。で、
まあ、ちょこちょこ出てきてますね。これまだ期待できるかもしれません。こういうのがまた徐々に大きくなってきて、どういう柄になるか。で最近すごい思うんですけど、私いつもハルチャー入手するのはほとんどヤフオクなんですね。でヤフオク最近見て思うのは、もうすごいスピードで組織培養が進んでるなっていうことなんですね。もう不入りじゃない苗が不入りになって出てきたり、まあ元々の不入りの苗も組織培養されてると思うんですけども、そのスピードがもう尋常じゃないですね。もう完全に2年3年前と比べると、もう価格破壊、バブルは終わりっていう感じになってて、なのでそういう、まあまだ根がないですよとか書いて出品されてる方も結構いるみたいですけども、それでもすごい値段は安いですよね。なのでこれからはやっぱり未消ですよね。未消してどれだけ新しいタイプを狙って作れるかと言いながら、手持ちのハウルチャーに限りがありますけども、あとは斑入りが増えてきたんですけども、やっぱり斑入りは均一な斑じゃないので、柄が斑の入り方ですね、斑回りがどのくらいいいかで鑑賞価値は大きく変わるので、そういう斑入り斑回りがいいハウルチャーを作りたいという感じがしますね。ポリ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 、ポリポリはちょっとかゆかった、かゆかったです。で、うちで私のお気に入りのオブツーサーベネスタ交配種なんですけども、これ私の自慢の未消ですけども、ノリ風ですね。でこれまあ派手なんですけど、通常のフィリーの苗を繁殖することができたんですね。でこれいつも鉢置くときに倒しちゃうんですよ。これ気をつけないとね。で、こちらです。これがこうなってたんですね。これがドークローンの N の10番です。10番で管理しています。まだ上側の根は出てないですね。出てきたかな。ちょっとそれらしい感じがあるかもしれませんけども。で、こちらが胴切りした下側ですね。これは4月18日ですね。平成最後の4月18日に胴切りしたものです。それで、もう、出てきましたね。こういう感じ。あ、出てきたんですけども。やっぱり切ってみて分かったんですけども、こういう葉っぱのところから出るのは、割と期待できるかもしれないんですけども、これですね。ノリフみたいな感じ。表面上じゃなくて内部的な斑入り、表面はベタっと古風になってるんで、
こういうところから出てきてる苗は、難しいかもしれないですけども、成長を見守りますね。ノリフは私の、結論っていうか経験から言うと、通常の斑入りの繁殖苗から出ることがあるっていうのと、あとは未生した苗ですね、種そのものから発芽した苗がノリフになるっていうパターンがあると思うので、うちの大岡錦なんかは未生そのものなんですね。大岡錦わからない方もいらっしゃると思うんですけども、大岡錦も未生そのものから出たもので、これもそうですね。これも、ん、これもそう、うん、これもそうだと思います。なので、私はノリフはすごい好きで、斑入りもう綺麗なひまわりの苗はもちろん好きなんですけども、もう今となっては、斑入りの苗が簡単に作られる時代になったので、より綺麗なひまわりの苗を繁殖したり、未生や繁殖苗から出るノリフに期待したりっていうようなスタイルで頑張っていこうかなと思ってますね。それではこんな感じで今日の動画を終わりますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice day!